もう朝から全然なって、バリバリになっちゃって出血しちゃってたからびっくりした。そうだから朝昨日と全然違うの、一昨日と、うん、こんなにやったことが初めてだからさ、なんか2日くらい前にそこに乗ってもうそっちへ帰りたい帰りたいって言って、そう、それはあったけど、そんな急に、うん、水は飲んでますね。昨日150度です。普通に飲んではいるんだもん、ね、ただね、人が見てるとね、どうですか、人が見てるよ、カメラで飲んでると映そうとすると止まっちゃうんですよ。飲みに行こうとしてると、あ、飲みに行くって感じで、昨日撮ろうとしたらカメラ向けたら、そこで止まっちゃうんですよ。家でもそうなんですよ。やっぱりそういうとこあるんですね。一品に見られたくないんだ。ボトルとかお水とかのとこ行って、あーと思って、飲んでるねって言ったら、うん、いつもパリなんですよ。見てたら、もう水についたまま止まっちゃって。止まっちゃうんだよね。そんな感じ。だから、まあ、手ではやってなかったけど、口がこう行こうとしてて、止まっちゃったんですよ、その本番。そうなんです。それでもベタベタの状態で、もう何飲まないんだ。なるほど。これでこうで、あ、これは流動食です、やってる量なんです、はい、で、お家で確保するとご飯が、そうですよね、そうですよね、 1.5 っていうのはまあ、このくらい、さっき出ていただいた、うん、そうですね、このくらいの色っていう感じです、ね、そう、本当そこのあたりも大体、まあ、真ん中くらいっていう感じになっちゃうので、今日はバリバリしてたから、60%で、メーターにしてます、私ですか、こっちはもう吸いましたよ。もう終わったの？こっち今吸ってるから、もう。で、あとはジュリーが出てくるのも起こるかな。で、それに点を吸ってからじゃあちょっとこれ用意したんで、はい、アンピーリングをしてください。ジュリー君、ジュリー君。これがあったらいいんじゃない？でちゃん誰が来た？ジュリー君。誰が来た？よし、じゃあ柔らかいところをまず、柔らかいところ、柔らかいって言われてもなかなか難しいけど。どうしても、はい、あのね、そこ狙うともうそこにさ、スプレーかけちゃう、そうすると地肌見えるじゃないですか、はいはいはい、そこから始めてもらう、これぐらい、からこっちに向きに打ってもいいんだけど、うん、こっち向きに打ってもいいんですよ、例えば、ここだったら、まあ、ちょっとこう今私ここにいるからこっち向きになりますから、はい、これでもいいし、今度もいいし、なるほど、こういう風にです。もう本人の痛さは一緒ですよね。そう、一瞬ですからね。で、この針はめちゃ細いからそこまで痛くない。大丈夫、2.5 針。先生、ちゃんと 2.5 だよね、これね。今、こちらにそっちに立っていただいてるので、はい、あの、多分打ち方としてはこっち向きに打つのが楽だから、こっちの方が、うん、ちょっと一回こっちで打ってみますね。こっち側に立つと、あ、頭側、うん、なるほど、刺すと、まあ、でもやっぱり今日一緒に何か怖いね、違う方向に打つと、でこの H がめちゃくちゃ高い、真ん中にやっていただいて投げていったら冷蔵食を受けてみたら普通のノーマルタイプになって、でそれがこの日だと午前中の午後がちょっと2回してるんだ、うん、こっちだと1回だけだったんですよ、はい、でもそのまま押さえておくだけですね、揉まないでください、ね、あ、どうなんそういうことなの、それをこれとこれ2つ
しておいてください。その量が少なかったため、だから便、うん、がちょっと、うん、細めだったんですね。はい、はい、すみません。MD が小さくなってて、じいちゃんママ、お母さんにやってもらおう。はい、ごめんね、なんか。さっきと違うじゃん。これね、ただけ自販、ただこれアルコールのスプレーなんだけど、ほんでまああのどれいっぱいありますからね。アルコールのスプレーを用意しといた方が。そうですね、うん。アルコールはもう普通の人間用。人間の消毒用アルコール。ごめんね、冷たいね。うん、あ、手が震えるよ。ごめんね、痛いね。ここちょっと先生硬いよ、皮膚。うん、ごめん。先生皮膚硬い、ここ。伸びない。伸びますけどね。まあじゃあ。コロコがついてるから。せっかくこれ白いところ見えてるからね。すいませんね。そこで行きましょうね。白いところが見えるとだいぶ安心できるんだけど、やっぱりちょっとこうアルコール消毒いきます。いいですか、ここで。大丈夫ですね。はい、大丈夫です。はい、であれば割と、あの普段の手の消毒とか。大丈夫ですかね。ごめんね、ジュリちゃん。はい、じゃあ渡してください。はい。お尻の方でやつ。お尻。これ。あ、ありがとうございます。これも、でも家でもこれつけなきゃいけない。うん。なんか使ったか使ってないかがわからなくなっちゃう。もう使ったら袋に入れてもらって。うん。見てあげて。うん。ゆりくんちょっとご飯食べようかね。これちょっとこの辺だとこの辺のやつを。うん。開けてないんで。ちょっと待って。ちょっと待って。ゆりくん。うん、リスタート。